悪魔のラブソングは、トムトムクラブが1981年に発表した楽曲。おしゃべり魔女に続くグループのセカンドシングルとして1981年に発売された。おしゃべり魔女同様、ビルボードのホットダンスクラブプレイチャートの1位を記録した。ソウルチャートは2位。1982年4月24日から5月1日に。 かけて2週連続でビルボードホット100の31位を記録した。両曲の成功もあり、1981年10月に発売されたファーストアルバムおしゃべり魔女はゴールドディスクに輝いた。ジェームズ・リジーの絵を用いたアニメーションのミュージックビデオが制作された。トーキングヘッズのコンサート映画ストップメイキングセンスにおいてデビッド・バーンが 楽屋で着替えをしている間に演奏される。1999年に発売されたサウンドトラックアルバムのスペシャルエディション版に同コンサートのバージョンが収録されている。1995年にはマライア・キャリーが自身の楽曲ファンタジーで本曲をサンプリングしている。ありがとうございます。